必要がアドベンチャーレストランへようこそ。今日はレストランをテーマに、お家にあるものを使って遊びながらヨガを練習します。右脳と左脳を刺激しながらバランス感覚を鍛えて、体一部一部をコントロールできるように練習していきます。詳しいことは説明欄に書いてありますので、ぜひご覧ください。じゃあ早速始めるよ。まず3ついるものがあります。1つ目はダラーン、これ紙皿。紙皿がないときはプラスチックの軽いお皿でも大丈夫です。紙皿を用意します。そして2つ目はこれ、ダラーン、ポンポン。ポンポンを用意します。10個ぐらい。ポンポンがないときはコットンボールとか、あとティッシュをくるくるくるっと丸めたボールにしたものでも大丈夫です。ポンポンを集めます。さあ最後3つ目はこれ、ダラーン、ストロー。ストローを用意します。ストローがもしなかったら、なくても大丈夫です。じゃあここでビデオを一回ポーズして、紙皿、ポンポン、ストロー3つ集めてきてね。いくよ、よーい、ドン。さあみんな3つ集めてきたかな。はじめはポンポンを手のひらに置いておきます。そして鼻から吸って、呼吸法の練習、優しく口から吐き出します。いくよ、おー、カラフルなポンポンが床に落ちました。これを次どうするかというと、紙皿を用意します。好きな方に紙皿を置いておきましょう。そして紙皿がある方の足をしっかり床につけて、片足で上げてバランス取りながら、おー、足でポンポンを一個ずつ取って、足クロスさせながらお皿の上に置きます。1、できた？やってみよう。2、バランスが難しい子は壁に手をつけたり、椅子を、ね、横に置いて練習しましょう。ゆっくり足をクロスさせて、いくつ取れるかな。もし10個できたらすごい。よいしょ、クロスさせて、少しずつね、足を動かして、お皿の横に動かしながら、よいしょ、あれ、あといくつある？先生はあと2つです。よいしょ、1、最後、おー、遠いところもバランス感覚で遊びながら、ダラーン、できた。みんなもできた？できてない子はここでポーズして、出来上がったら先進むよ。先、次はダラン、お皿をそーっと手のひらの上に置きます。さあそしたら足を大きく大きく横に開いて、ウォーリアー2のポーズやってみよう。腕をしっかり真横に伸ばして、そして足、お皿がある方の足横に動かそう。よいしょ、膝を曲げてウォーリアー2。さあレストランに行ったらみんなどんな食べ物が食べたいかな、考えてみて、そしてその匂いを嗅いでみるよ。鼻から吸って、美味しそう、お待たせしました、ウェイター、ウェイトレスのポーズ。もう一回鼻から吸って、ゆっくり吐いて、はあ、上手。さあ次はチャレンジバージョンです。もっと難しい。今度は手の甲、手の上にお皿を乗せます。おお、
慎重にゆっくりゆっくり、もう一回ウォーリアーズ、お皿落ちても大丈夫、もう一回頑張ろう。さあしっかり膝を曲げて、鼻から吸ってリラックスして、ふー、できた、上手。さあこのままゆっくりゆっくりお皿を前に持ってきて、今度はまた吹きかけるよ。鼻から吸って、できた。今度お皿はさっきと反対側に置きましょう。そしてお皿がある方の足しっかり床の上に置いて、左、先生は左だけどみんなは反対側の足でポンポンをお皿の上に、足をクロスさせながら、今は頭、右脳と左脳をしっかり刺激しています。バランスが難しい子は壁を使って、椅子でもいいからね、遠いところにあるポンポンも挑戦。おっと、できるかな、ほっ、おー、できた。あといくつある、みんな、先生はあと1個です。できた、できた。できてない子はここでビデオポーズして、できたら先進むよ。次はまたそーっとお皿を持ち上げて、さっきと反対側の手のひら、そしてまたまたウォーリアーズ。今度はね、デザートにしよう。みんなレストランに行ったらどんなデザートが食べたいか想像して、膝をしっかり曲げて鼻から吸って、甘い匂いがする。もう一回、はあ、さあバランス取りながら、今度はお皿を手の甲、手の上に乗せて、おお、ゆっくり体を動かしてコントロールして、このままウォーリアーズ、しっかりポンポン見つめて、最後鼻から吸ってゆっくり吐いて、ふー、できた。わー、今度はこの紙を、紙皿、頭の上に置いてみよう。さあ足をまっすぐ伸ばして、お皿頭のてっぺんに置いて、お皿が落ちないように山のポーズ。このまま10秒数えてみようか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。できた？先生の紙皿は落ちなかった。よかった。さあ、次のアクティビティはストローを使います。さあみんなでね、正座してみよう。そして座ったら一つポンポンを用意して、床目の前に置きます。そしてこのストローで、ストローがない子はこのまま口で吹いていくよ。鼻から吸ってゆっくり吐いて、おお、ポンポンを目の前に、遠くに遠くに飛ばしていきます。もう一回、おお、いくつできるかな。5個ぐらいやってみようか。もしね、2人ペアがいれば、お父さんとかお母さんとか兄弟がいれば、2人で吹き合いっこしてゲームしてもいいし、2人とか3人でポンポンレースをしても楽しいです。さあ5個やってみよう。3、あら、なるべくね、まっすぐ行くように練習しよう。最後
できたさあ、ポンポンを集めてお皿の上に置きます。最後はポップコーンを作ろう。ポップコーン、お皿とかポンポン、ストローは横に置いて体を大きく動かします。まずは仰向けに寝て、膝を抱っこして、ポップコーン、小さな小さなポップコーン作るよ。小さくなってポップコーンが弾けるようにパーン、手と足大きく開いてバタン。もう一回、小さくなってポップコーンが弾けるよ。3、2、1、ポーン、大きく伸びて、最後もう一回、大きな大きなポップコーン作るよ。せーの、ポーン、はー。そしたら手と足ブラブラブラ、力を抜いて手と足伸ばして、はー。最後大きく鼻から吸って、お腹を膨らませて、ゆっくり吐いて、手と足を動かして、膝を抱っこ、コロンと好きな方に横になって、起き上がろう。あぐらをかいて、これで今日のヨガアドベンチャーレストランゲームはおしまいです。楽しかった？そしたら手を胸の前に合わせて、ヨガの合言葉は何だったっけ？そう、ナマステ。ナマステを一緒に言っておしまいにするよ。せーの、ナマステ。ありがとうございました。もし気に入ってくれたら、いいねやチャンネル登録、お友達にシェアしたり、応援よろしくお願いします。もっと多くの方にこのヨガ、お家でできるヨガプログラムのことを知ってほしいと思っています。みんなでお家で楽しく体を動かしましょう。そしたらまた一緒にヨガしようね。バイバーイ。